でもすげえな、若手 TV な、いろいろコメント来てるよ。影響力半端ないね。半端ねえな。はい、どうも皆さんお世話になっております。偏差値オヤジでございます。ということで、ね、今日はね、偏差値オヤジのですね、特別編、パート2ということでね、やっていきたいと思いますけども、昨日ですね、若手 TV さんに、私の息子、そして、お友達、そして、この私、偏差値オヤジもですね、登場させていただいたらですね、いやー、まあ、反響がすごくて、いやー、恐るべし若手 TV と、いうのが分かりましたね。あれはすごいコンテンツですね。ありがとうございました。今日ね、息子が帰ってきて、ちょっとね、出てくれよって言ったんですけど、ちょっといいわと。みんな待ってるよって言ったら、無理とかって言ってて、いや、ちょっとだけ出てくれっていう話で、ちょっとだけね、この後呼ぼうと思ってますんで、ちょっとお待ちください。若手 TV をご覧になっているご視聴様、だから皆様ですよね、おそらくはね、すごくいい人ばっかりだなっていうのが分かりました。っていうのも、コメントがね、一つ一つ、まあ、なんていうの?いいコメントばっかり。うん。で、まあ僕もこの YouTube は、そのオカリナっていうやつで僕作ってるから、そのオカリナのチャンネルなんだけど、オカリナのチャンネルだと、正直ね、削除するコメントあるんですよ。うん、ただね、今回ほとんどないです、そんなの。てか、一個もないんじゃないかなということで、多分、若手 TV を見てる人は、みんないい人。うん、これは、間違いないと思う。ありがとうございますね。まあ、ちょっと息子が来る前でね、ちょっとご紹介しますけどね。偏差値親父、癖強くて好きとかね。まあちょっと癖強いわな。普通ではないですからね。うん。あとはね、こちらね、分かってみました。お父さん来たってね、私のことでしょうか。と叫んでしまいました。お父さんかっこよかったです。ありがとうございます。ねえ、うちの子も分かっての、法政玉キャンの会に出ているのですが、法政に入ったからには分かってに出なきゃ、目標の一つクリアですね。ということで、あ、一緒ですね。玉キャンですね。ということでね。ありがとうございます。私も見ました。ありがとうございます。偏差値親父も毎日、毎回楽しみに、見ていました。ありがとうございます。我が娘も2週間ぐらい前に青学でインタビューを受けました。青学。素晴らしいじゃないですか。娘曰くあまり面白いことが言えなかったから採用されるかはわかりませんが、点々で笑い。うん。お互い楽しい大学ライフを送ってほしいものですね。これからも応援しておりますということで、素晴らしいじゃないですか。あとはね、笑いも取った上で周囲のフォローもできる親父、素晴らしいな。うん。ちゃんとはけてますから。うん。一応 YouTuber だから、尺、だいたいわかるからね。やっぱ若者に立てないとね。ありがとうございますということでね。じゃあもう出ますもしよかったら。YouTuber。やめて、本当にやめて、やめて。いや、もう。なんか、お父さん YouTuber。YouTuber。偏差値親父で検索してみて。偏差値親父。お前の父親は偏差値親父か。やめてください。どんな動画上げてるんですか。いや、息子がさ、息子が1日2時間でどこまで行けるか。子供で検証すな。すごい、2時間で宝石いたんですか。マーチに食らい込んだ。いや、すごい、すごい。お父さんは宝石に入れたかった。いやー、明治あたりね。ちょっと、入学式っすよ。もう、偏差値親父塾って始めちゃおうかね。偏差値親父塾。さあ、偏差値親父塾いきます。まず、英語のルートですね。やっておきたい英語長文。まず300。ここから始めてください。そして500。300、500まで行ったら、まあ、そこそこできるかな。ここまでだったら大体カバーできます。そして、行ってもらいたいのは700まではなんとか行ってください。マーチの皆さんはね。で、総計行きたい方はやっぱり1000。ここまで行ってほしいですね。ってやってみましょうかね。ということでありがとうございました。ということでね、ちょっと息子来たんでね、呼んでみたいと思います。どうですか、法政大学っていうのは。いや、たまにあんなかな。そうそう、そこ聞きたいのよ、皆さん。タマキャンだから、うん、ちょっと躊躇してる人いると思うんだよ。で、悩んだのはさ、結局タマキャンか、漢学科で悩んだじゃん。うん、で、結局タマキャンにしたじゃん。うん、どうですか。え、別にタマキャンでいいと思うよ。あ、いいと思う。その東京の、その何、人が多い疲れみたいなのないよ。うん、そう。あ、適度に都会だから。まあ、都会なの。いや、まあ、都会だよ正直。あ、そう。
え、別にその地方に比べたら全然栄えてるよ、うん、で、マーチっていうところのくくりで一応入ったじゃん。あ、そうだね。そういうなんつうの、あの嬉しい感じはあるの？そうでもない？いや、あるあるある、ある、うん、ある。やっぱりマーチは気持ちがいい。まあ、あ、マジか。それはね、うん、まあいろいろその社会学部の中で、まあ、知り合いとかいると思うんだけど、どこ落ちが一番多いの？どこ落ち法政、まあ、基本明治立教。明治立教、うん、明治立教、ね、明治ばっか、明治ばっか。あ、明治が多い、はい、とりあえず明治落ち法政が多い。まあ大体そうかな。あ、自分も一応立教落ち法政だもんね。まあ一応そうだね。でも立教かつ立教行ってた？まあ行ってたでしょ。行ってたか、行ってたか、それ行ってたか。あ、じゃあ立教、あ、明治が多い。明治が多いか。あー、なるほど。コメントとかさ、普通さそんな来ねえんだけど、うん、だって昨日上げてるんですよ、もう1万回だぜ。へえ。どうですか、その講義の内容的な、面白いの？とりあえずさ、もうどっか受かっちゃい作戦で行ったじゃん、うん、で、まあ、受かったのが社会学部と。まあまあまあ、だけどどうですか、まあ、講義の内容。まあ、うん、まあ、社会学部は総合的に学ぶやつだから、うん、まあ、どれかしら興味に当てはまるのはある。なるほど、いろいろあるからね。そうそうそう。今一番こう面白いなと思ってるのは政治学。政治学、うん、へー、政治が一番面白いかな。まあ、教授が面白いだけかもしれないけど。へえ、政治学、すごい変な人だから。へえ、面白い。うん、へー、独特な人。語学はどうですか？あの、入る前にトイック試験受けてさ、うん、あのクラス分けみたいなのやったけどさ、うん、そこそこいけそう？一応英語じゃん一番得意なの。まあ、うん、どうすか、上のクラスに入れられたからこそ、うん、基地、あ、そこもあるんだ、うん、階層が、うん、でもほとんど英語で、あの講義やんの？いや、もう全部英語。全部英語。え、まあちょっと日本語喋るけど。まあ1ヶ月経って、じゃあ漢学と迷って、まあもちろん他もさ、成城とか成蹊とか明治学院受かったけど、うん、まあ法政でよろしかと。まあまあ後悔はしない。まあ多分漢学行っても後悔はしないだろう。漢学も多分いいとこだから。すごい、めっちゃ迷ってたもんね、うん、だって飛行機で行ってるからね。漢学の方でも良かったと思うけど、あ、なんかそのやっぱり、ね、まあ、そっちに行ってればそっちにいる人生はあったよな、うんうんうん、ということで、そうするとさ、その実際受ける前の法政のイメージあるじゃん、うん、そのまあ分かって TV でね、あ、だいぶ法政こすられてるじゃん、うん、で秘境キャンパスとか、うん、その秘境キャンパスはどうよ？いや、まあ言うて普通。あ、そう。いや、田舎出身からすると別に普通。あ、そうか、都会の人だったら。都会の人はやばいと思う。やばい、 やばいんじゃないか。横浜から来てるやつは田舎すぎるって言ってたけど。あ、そうか。自分は変わらん、大して正直。なるほど。コンビニあるから別に よくねみたいな。それだいぶやべえじゃん。コンビニ近いし。そうか。あ、横浜から来てる友達はやべえって言ってる。めっちゃ田舎に見えるらしいけど。なるほど。じゃあ地方から行ってれば、うん、さほどまあか、うん、そうだね。ということは迷ってる人で、うん、都会に住んでなきゃいいじゃんって話か。え、なんか、うん、その別になんかマイナスだと思う理由はないと思うけど。おお、そうかそうか。じゃあ、ある場所はやっぱ秘境キャンパスなんだ。場所はやばい、キャンパスの場所はやばいけど、うん、私生活は、うん、どうせ家は都心の方に置いちゃえば、うん、全然困らない。そう、フーミンが言うほど、あの、タマキャンは、え、でも正直市ヶ谷が強いのはあるよ、うん、あ、そう。いや、なんかサークルとかやるとやっぱり市ヶ谷が大体主導だから、うん、あ、そうか、やっぱそこは市ヶ谷持ってくんだ。あ、そう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 、そっか。だけど、あ、まあでもタマだけで考えるなら別に何も悪くない、うん、何も悪くない。中央大とかも別に悪くない、正直。中央も近いんだっけ？中央もなんかそこら辺だけど、うん、別に悪くない。中央とかそれこそ近くにでかい駅あるし、うん、あ、そうか、全然悪くない。でもすげえな、分かって TV な、いろいろコメント来てるよ。影響力半端ないね。半端ねえな、すごいよ。母は私を指定校でマーチに入れたいと話しており、フーミンとビーヤマに会ったらすぐ逃げるように今から言われてます。高2女子、うん、うん、指定校で入れりゃいいやな。まあ指定校最強だよ。指定校最高だよな。指定校取れるってことは、そこそこの高校でしょ、これ。
え、じゃない？ね。偏差値ね、65ぐらいはあるよね。ぜひ頑張ってください。あのね。ということは、まあ、あの思い描いてた、まあ、キャンパスライフ法政いいんじゃないかということでよろしいでしょうか。じゃあ、あの 3.0 あたり目指して、いやいやいや、ということでね、帰省してきましたね、息子にちょっとね、お話をしていただきましたということで、まあ、これから頑張ってください。うん、はい。